後ろからシュートを打っていきました。押し込んだ。最後は39番小谷弘樹、 PK からのこぼれ球、小谷が押し込みました。秋田が先制。リプレーです。この PK 止めたんですが、そのこぼれ球、左足、小谷弘樹今シーズン初ゴール。秋田での初ゴールが生まれました。